世界最大級の木造ドーム球場。まか不思議なことが起こる。我々特産 TV が向かったのは、秋田県は大館市。住宅街をずっと走っていくと見えてきました。大きな大きなドーム。はい、というわけで本日は、はい、秋田県は大館市来ましたね。ようこそ大館ということで。なかなか遠かったですよ。ここで大学野球とかもやるらしい。あ、そうなんで、ちゃんと野球できるんですね。そうそうそう、大文字焼きで有名な鳳凰山のふもと、ニプロ八甲ドーム。以前は樹海ドームという名前でやっていたそうなんですが、この中ブルペンがあるように、そしてベンチがあるようにれっきとした野球場。以前から気になっていたこの謎大きい木造ドーム、構造雰囲気などを野球をして体感していく企画。早速行きましょう。ちなみにうちのレイラーは秋田出身だった。いらないよ。大館樹海ドームって名前。おへえ、もう木だよ。入り口はどっち、こっちですか。ここから入るんですね。めっちゃドームだ。すげえ。失礼します。芸術だこれ。あそこがホームか。うわ、すげえ。これ全部今見えてるの木です。うわ。寸分たがわぬこの。作ったのすごいですね。なんで木なん。しかも両翼が90のセンター120だから、まあまあまあ広いよ。全然できますね。でもまたこの木造空間っていうことでさ、果たしてどんな打球の見え方がするのか。これパッと見のフライヤバそうじゃないですか。あの日中の東京ドームに似てますよ、あの見えない時の。面白い。このドーム、未知との遭遇、不思議な体験をする野球場だった。まずはロングティーからしていきます。圧巻の景色。なんかね、不思議な感じはします。やっぱ木造ですから。じゃあいきまーす。打球の伸びに注目。めちゃくちゃ響く声が気持ちいい。うわーい。うわー、見るね。お、泳いだ感じでしたが、ワンバンでフェンスまで到達。すごい遠く見える。いや遠いんだけど、120これが90だから左中が広いのか。すっごい遠く見えるよ。しょ、お、はぁ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 。ガラスパッド大丈夫なのかな。安全設備。安全設備。超気持ちいい。徳さんめっちゃ飛ばしてる。え？おお、入った。へえ。普段打っている感覚よりも飛んでいる印象。不思議な感覚に襲われる。うわ、うわ、ホンダ、ホンダの、ホンダの左。エストランスポートサービスとホンダカーズの間。コンクリ。次の打球なんかも高く打ち上げて天井に当たりそうな打球なんですが、そこそこ飛んでいる。これもそう、ホームラン。移動保険、やっぱり保険といえば移動保険。24時間事故なんちゃらサービスをやってます。移動保険。大丈夫だ。へえ。あれ防弾ガラスなんですか。
強化プラスチックです。丈夫です。秋田杉というものがね、これだけ広がっているっていうところがあるから、これ全部秋田杉で、天候季節に左右されない。そのために木造、まあ、秋田っていうのはね、雪も多いから、寒暖差が激しいところっていうところで、まあ、こういう木造っていう風になったっぽいんだよね。へえ。全部パンフレットに書いてあった。なるほど。ちゃんと読んでるんですね。うん、読んでる、もちろんそう。ものづくり好きとしてはね。うん、なんかあの、この係員の人に聞いたら、軟式であそこまで飛ばす人はなかなかやりてほしい。天井が46から、いや、あったんねえわ、そしたら。50メーターぐらいか、50メーターぐらいあって、東京ドームでも60メーターぐらいなんですよ。そうだね。だから、大学野球とかやった時に、あそこ通り過ぎて行くとか、面白いね。バーッと当たって押してきて、まあ、フェアとか。これ、ね、この上に狩るな、野球が展開されて通り過ぎんのおもろいね。おーっていう外野手はもう、たまったまじゃない。ちなみにここの球場では西武山川穂高選手、外崎修太選手など、またアメリカ挑戦中の秋山翔吾選手もここで野球をしていたそうです。ここでホームランを打った選手は看板が飾られており、それぞれの選手の名前も確かにありました。打っていて思ったんですが、ほのかに見づらいこの球場、秋山翔吾選手ももしかしたらここで守備を鍛えた可能性が。独特な球場で今度は外野ノックの前に、まずは外野を散策。あ、運動会できるようにこういろんな器具があったり。あ、本当だ、ある。すげえな、ピラミッドみたいなこう造形だよな。そうですね、現代によみがえる。うわ、ラバーは、そう、別に ラバーどう。あ、別に全然大丈夫。取れなそう。今の面白いですか。見てみて、こんな感じ。おお、なんだこれ。いきますよ。数学の世界みたいだもんね。おお、あー、やばっ。これは研ぎ澄まされるな。これすごいな。この普段見慣れない景色に大パチ、何か目の錯覚を起こしてるっぽいです。ライナー系、はい、おいい配送。おいい配送。この前見たらそういうの。これだ。いや、もう取れる。なんだ、なんか、ナックルしてない打球。いや、ナックルしてる。この球場は五冠、さらに第六冠、もう研ぎ澄まされまくる球場かもしれない。あー、どうだ。あ、切る。おい。これ。弾くんから結構、もう結構弾く。一番下の石なんすよ、僕の石。それは石は弾くわ。イージーだよ。風でも吹いてるんか。風吹いてました今。これで練習しまくったら普通の球場でのフライはもう取れる気がする。本当ですね。ちょうどよかった。ちょうどよかった。フライ臆病になってたね。やっぱりこの秋田杉、これでやっぱ自然を演出。なるほどね。やっぱ呼吸を感じちゃうよね、どうしても。木のね。うん。これ楽しいね。面白い球場ですわ。楽しかった。ここで全国大会やりたいもん。なっ。うん、ニプロ八甲ドームさん、本当にご協力ありがとうございました。すごい楽しい、面白い。最後にこの球場の館長さんに話を伺った。なぜ木造なんですか。ここは秋田杉の産地なんですね。はい。で、これは全部
秋田杉で作られてまして、全部同じ木ってことですか？そうです、地場の秋田杉を製材して、はい、それをこう貼り合わせて厚い柱にして作っているということで、秋田杉の、はあ、まあ、PR と、はい、地場産の木の良さと、はい、そういうのをアピールするために木で。木造のドームってあんまり聞いたことないんですけど、世界最大級ではないかなと表現を使いますけど、これってこの会場自体は野球以外でも使われるんですよね？そうですね、サッカーもできますし、テニスもできますし、はあ、もちろんこう走る場合は 300m のトラックも取れますので、はあ、だからさっき高校生が体育祭やってたんですね。そうですね。なんで池みたいのがあるんですか？あれ元々ですか？あれはここの空調の役割もしてまして、はあ、全部周りのこう下の窓を開けると、はい、涼しい風が下から入って、はあ、で上から抜くための調整、はあ、調整にも使われる。なおかつその水はトイレとかの水に浄化して使ってますので、池の役割がすごい資源を利用されて再生して。館長さん、ありがとうございました。ニプロ八甲ドーム、とても楽しい野球場でした。秋田県、環境もいいし、ご飯も美味しい。本当に草野球の全国大会ここでやりたいくらい。興味のある方、ぜひチェックしてみてください。